なんかさっき聞いた話ではアニメを2人ともまあ見る習慣があるんですね。さあ皆さんお楽しみいただいているでしょうか。現在1度目のふれあいプログラムを行っております。ただですねまだいらっしゃっはいお客様アップの皆様いらっしゃるということですので当選番号をお確認いただきまして、集合場所に直ちにお集まりください。当選番号は新宿の巨人場5箇所に貼り出しております。ご確認ください。見てました。じゃあ新劇の巨人最近最終話が終わりましたよね。新劇の巨人見てたよって方いらっしゃいますか。あ、でも結構いらっしゃいますね。当選番号ご確認の上ちょっと膨らましてきましたかね。2人とも、まあ、アニメが趣味っていうのもあって、まあ、最近で言うと秋季キャンプがちょうど終わったところですけどどうでしたかキャンプの方は。そうですね、まあ練習内容非常に濃くて、まあ、自分の課題っていうのが、明白だったのでそれにしっかり向き合って、監督さんとも、こちらのことを話しながら、しっかり練習をしかけたので自分としてはすごく、まあ、成長できたというか、次につながる100円だったかなと思います。結構しんどかったっていう話を選手の皆さんから聞くんですけど黒原としてどうでした実際は。しんどいですね、まあ、ウェイトもウェイトレーニングも、まあ、別に毎日やってで、まあ、ランニングも結構走ったんで、まあ、ちょっと毎日で、ね、ちょっと筋肉痛できつかったです走り込みが多かったですね。走り込み、そして走る量もトレーニングもなんかちょっと、ね、上半身扱いもできましたし確かに。いや、思ってますちょっとじゃ あの立ってもらってちょっと横向いてもらってもいいですか。ちょっと皆さんにも見えるように。あ、ちょ横いや結構厚み出てますよ。すごいですね、胸筋が見えますか。結構胸板厚くなっておーって聞こえてますけどしょぼい。いや最高筋肉だけ。あ、本当ですか。いや、気のせい。いやでも最高選手もね体大きいですから。体重いくつですか。うわ、さあ、それではお待たせしました。選手の皆様、ぜひご注目いただきたいと思います。ここからは筋トレは趣味なんですか。母さんの心のふるさと、アニア総八さんにも登場していただきます。アニアさん、よろしくお願いします。気持ちいいから。アニアさん、マイクにスイッチが入ってませんでした。アニアさん、すみません。マイクね、2人ともちょっとまだあの温まってないというか、ちょっと声もね小さめなんですが、ちょっと他のイベントも始まってますので、皆さんですか。はい、しかし皆さんここから盛り上がっていきたいと思うんですが、はい、久々のこのリアル開催の、いや、本当ですね。なるほどね、雪の上を、足腰はもう鍛えられた状態でカープに入ってきたって感じですかね。そうですね、雪のおかげで。で、実際どうなんですか。やっぱり北海道のこう学生とかっていうのはやっぱ雪の中の走り込みっていうのも定番。そうですね、長靴履いて長靴で何をチャレンジするかというと、長靴で走る大型ビジョンにご注目。走りづらくないですか。いや、でも長靴開かないと雪入ってくるんで。いや、すごいなこれ。まあ、でもそのおかげで足腰はもうカープダウンバウ決定戦ってなると思います。ちなみに斉藤君からすると、もうガシ、周期キャンプぐらいだったらもう楽勝。いや、全然そんなことはなかったですね。普通にしのかちゃん、まあ、プロ1年目の最初のキャンプになったわけですけど、斉藤選手からして今回の秋季キャンプはいかがでしょうか。ちょっと違う分野かもしれませんが、今日審査も含めて実践を行ってもらいましたし、それではチャレンジいただく選手にご登場いただきます。向き合えたんで背番号50、中村健人だったかなと思います。背番号38、ここに集まっているたくさんお客さん、先ほどもおっしゃってましたけど、やはり来シーズンの2人のピッチングに期待しているというところもあると思います。まずは黒原投手から来シーズンの意気込みをちょっと伺ってもよろしいでしょうか。激励の握手を始めております。まずは機会です。今年アニアさんが激励しております。頑張ってと繰り返しています。歌の中野球なのか、頑張ると激励しています。ステージに上がりづらい展開です。並んでいただいてスタートしたいと思います。以上のメンバー、こちらを見ていただいて、もう一度皆さん大きな拍手をお願いいたします。代表して中村健太さん、ステージが当たってしまった、どうでしょうか。当たったというより当たってしまった、まさにその通りかなと思っている時代があるんですけれども、高校生終わる時の
のファンの皆様も一度足を、お止めいただいて頼もしいですね。じゃあちなみになんですけど、まあ、ここからまた練習だったりトレーニングを積むわけなんですが、まあ、来シーズンやっぱり一皮むけたところを見せてもらいたいわけなんですが、来シーズン自分のどんなところに注目してほしいかというところを一つ伺いたいです。でも最高だよね、自信満々。自信満々、そうですね、はい、やっぱりだからやっぱもう期待できるんじゃないですか、そうですか、はい、ストレート、まあ、なかなか内情がわからないです。ファールとって、このメンバーでいうと期待の予想なんですか、ね、まあ、そうカットボールとかそういうチェンジアップの組み合わせになると思うんで、中村花が怖いですか、まあ、強気のピッチングっていうのを一番ありがとうございます。力強いピッチングで来シーズンローテーションを埋めてもらいましょう。あ、皆さんから拍手がありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いて、まあ、まずは斉藤投手にこう今年1年プロ1年目、やっぱりプロの世界で1年やってきて、いやいや、ね、どうだったかというのをまず聞きたいんですけど、1年やってみてどうでした。そうなんですね、初めて北海道から出てきたっていうのがあるんですけど、やっぱり夏場の暑さにちょっと体調を崩したりだとかやっぱりあったので、その1年間通して戦える体がやっぱり必要かなっていうふうに改めて思います。さあそんな斉藤投手ですが、来シーズンはどんなところを見てほしいか、意気込みをよろしくお願いします。まずお席の方に来季は、まあ、少しでも多く自分で投げさせてもらえるように、まずは、このオフしっかり準備して、自分はまっすぐが持ち味なので、まっすぐで押していく自分の投球スタイルを見ていただけたらなと思います。ありがとうございます。斉藤投手のピッチングにも期待しましょう。間もなくやっぱあっという間に時間が過ぎてしまうんですが、あの最初緊張してた2人も、まあ、徐々にちょっとずつほぐれてきたかなとは思うんですけど、ちょっと感想だけ聞きましょうかね。プラー投手から感想、今日のトークショー10分でしたけどどうでしたか。そうですね、まあ、僕たちこう2人が喋っているところにこう、こちらも集まってますので本当に嬉しく思いますし、ここからまだまだ、今日長いと思うんで、この後もいざ楽しんでください。ありがとうございます。この曲です。なぜこの曲なのか、まあ、こういう風に大勢の人の前で喋るのは初めてだったんですけど、まあ、いろいろ話してみて楽しかったですし、こういう風に大勢集まってくれたら嬉しいことなので、まあ、よくすごい良かったかなと思います。ありがとうございます。じゃあここまでちょっと恥ずかしがけなドライチコンビの黒原投手と斉藤投手にお話伺いました。今日はありがとうございました。この後皆さん2人の活躍を見守ってください。ありがとうございます。じゃあでこちらではですね、この後10時50分から、次の、選手中村隆弘選手と田村俊介選手までいてまたトークショーを行っていくんで、そちらも楽しみにしててください。目指すにはどうしたらいいの。